マイルズ・ドミニク・ハイザーは、アメリカ合衆国の俳優。テレビドラマでは、ネットフリックスオリジナルシリーズの、13の理由、アレックス・スタンダール役を演じ、NBC ドラマシリーズの、ペリノーシートで、ドリュー・ホルト役を演じた。映画は、レールズ・タイズ・プリズニ・エクスペリメント・ナーブ・ナーブ世界で一番危険なゲーム、ラブ・サイモン17歳の告白にも出演している。 1994年5月16日に、ケンタッキー州のグリーンビルで生まれる。看護師の母と、森屋という名前の姉がいる。幼少期には、ケンタッキー州歴ントンのコミュニティ劇場で演技をしており、マイルズの家族は、彼が10歳の時、彼の演技のサポートするために、ロサンゼルスに引っ越した。CSI、マイアミのシーズン3の16はエヴァグレーズで、 ジョイ・エバートン役を演じ、スクリーンデビューをする。その後、短編映画、パラメディックに、ジェームズ役として出演する。以降、ゴースト天国からの囁き、シャーク・カリスマ・ビンワン検察官、ボーンズ、プライベート・プラクティス・迷える大人たち等にも、ゲスト出演している。12歳の時に、映画、レールズ・タイズで、デイビー・デイナーの役を演じ、ヤング・アーティスト・アワード賞の、 最優秀若手俳優賞にノミネートされる。その同年、NBC の医療ドラマテレビシリーズ ER 緊急救命室でジョシュアリプニッキー役を演じる。2010年にドリュー・ホルト役として NBC のドラマシリーズペリノーシートに出演。2015年にシリーズが終了するまで姉のアンバー・ホルト役として出演したマイルズの実生活での親友メイホイットマンと一緒に ドリュー・ホルトを演じた。2013年映画君が生きた証に助手役として出演。2015年サンダンス映画祭で初公開されたドラマスリラー映画プリズニー・エクスペリメントで監視のマーシャル・ロベット役を演じる。2016年映画ナーブ・ナーブ世界で一番危険なゲームトミー・マンクソ役。2017年には ネットフリックスのオリジナルシリーズ13の理由でアレックス・スタンダールを全員4シーズン演じ2018年に映画ラブ・サイモン17歳の告白でサイモンのクラスメイトの一人であるカル・プライスで出演した2018年キャップのローゴリミックスキャンペーンモデルとして渡辺直美と共演コーチの2019年秋冬 ファッションキャンペーンや2021年6月のコーチプライドコレクションには愛犬と共に起用されモデルとしても活躍しているメイ・ホイットマンとマイルズ。ありがとうございます。